はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界10月10日の出来事について触れてまいります。1974年新日本プロレス蔵前大会でアントニオ猪木対大木金太郎の NWF 世界選手権試合が行われました。大木の猛攻を耐え忍んだ猪木は大木に激勝、改めて猪木時代を印象付けました。1988年全日本女子プロレスで井上貴子、吉田麻里子が同日デビューを果たしました。1925年密林男グレートアントニオの生誕日です。1999年新日本プロレスで棚橋博史がデビューしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。